2018年6月17日7時1分2位に選出され、スピーチしポーズを決める須田あかり。撮影、不近藤大輝、第10回 AKB48。世界選抜総選挙、2018年6月16日愛知、名古屋ドーム、サッシーイズムを感じさせるような個性派二人の快進撃だった。地元スケのワンツーフィニッシュを演出した須田あかり、26、は、2位で自分の名前を呼ばれ、胸を張ってマイクの前へ向かった。本当に私が一番びっくりしてます。ステージの一番端っこからスタートした私でも、よじ登ってくれば、ここまで来られるんだと証明したかった。その目は歓喜の涙で溢れていた。自己最高だった昨年の6位からさらに順位を上げ、票数は約9万票も上乗せされていた。自他ともに認める、薄っキャラなのに、なぜこれほど愛されるのか。これは地味で目立たなかった HKT 指原莉乃、25、がブログの面白さを、きっかけに、総選挙の申し子、と呼ばれるまで成長した奇跡に重なる。須田の場合は、09年のデビューから3年間は、劇場公演でいつも後列の隅が定位置だった。反骨心を燃やし、握手会でファン一人一人の特徴を記憶する努力を重ねて、握手会の女王、と人気に。なぜこのルックスで上がってこられるんだという声を逆手に、活躍させていただいた、とバラエティー番組でいじられ支持を拡大。主要メンバーが巣立っていく中、その成長をファンに見、守ってもらい女王に手が届く順位まで上り詰めた。4位に入った NGT 荻野由香、19、も前年5位から順位を上げ、他壇上で呼吸を荒げながら、私は可愛くもないし、と自虐。11年から AKB のオーディションに落ち続けた苦労人は、握手会や劇場公演を通じてファンの皆さんとの距離は1位だって堂々と胸を張って言えるようになった、と自己評価した。